マグナシュタヤはオーストリアオーバーバルタースドルフに本社を置き、グラーアーツに主生産工場を持つ自動車製造業者である。カナダの自動車部品メーカー、マグナ・インターナショナル社の子会社であり、以前はシュタヤ・ダイムラープフ社の一部門であった。マグナ・インターナショナルがシュタヤ・ダイムラープフの株式の多数を取得した3年後の2001年に設立された。 他社からの委託に基づき自動車の開発、組み立てといった技術を提供するプロバイダであり、マグナシュタイや自体が自動車のブランドとはなっていない。2002年には、ダイムラークライスラー社のユーロスター車両製造施設を買い取った。年間の生産台数は20万台に及び、この数値は、世界中の自動車委託生産会社の中でも、最、メルセデスベンツ向けの四輪駆動システム、 4マチックを開発し、メルセデス・ベンツ E クラス4マチックの全数を組み立てている。BMWX3 も開発の大部分を受け負ったほか、生産についても担当している。他にも、アウディ TT、フィアット・ブラーボ、プジョー・ RCZ、BMW Z4、トヨタ・グレイン・スープラといった車の開発や製造を行っている。二千八年六月に、ポルシェは、 ボクスターとケイマンの生産を2012年からマグナ・シュタイアへ移すと発表したが、この契約は2009年12月に破棄され、近年、ポルシェの親会社であるフォルクスワーゲンにより買収された、ドイツのコーチビルダーであるカルマンで生産されることになった。ミラ・アルピンコンセプトマグナ、シュタイアは自社の技術力と研究能力を分化させたミラブランドを創出した。 いくつかのコンセプトカーが様々なモーターショーで披露された。ミラー EV は2008年のジュネーブモーターショーで発表されたモジュール式軽量プラットフォームを使用したプラグイン電気自動車方式のコンセプトカーである。ミラーアルピンは2008年のジュネーブモーターショーで発表された3プラス1の座席配置を持つ4人乗り小型軽量のオフロード車である。 この車は通常とは異なるミッドシップ配置の車であり、低価格で生産することをコンセプトとしている。全長 3540mm、全幅 1703mm、全高 1750mm で 1.0L3、気筒エンジンを搭載している。使用可能な燃料は CNG ガスとガソリンの2種類があり、ガソリン燃料板は 重量 906kg と非常に軽量である。2011年のジュネーブモーターショーで発表2012年のジュネーブモーターショーで発表2015年のジュネーブモーターショーで発表。ありがとうございます。